どうも、阪神タイガース応援チャンネルのケンタムです。よろしくお願いします。さて本日はですね、8月24日、阪神 VSDNA の試合について語っていきたいと思います。というわけで結果は、阪神勝ちました え、連勝が続きますようにという風に僕は願ってるんですが、え、とりあえずね、2連勝というところまでは来ました。あー、まあ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 、5連勝でも10連勝でも20連勝でも30連勝でもっていうところでね、やっていただきたいんですが、まあそんな簡単にはいかへんと、一試合一試合を大事にやっていってもらおうというところなんですが、え、めちゃめちゃね、なんかいい感じに打ててるんじゃないいい感じに勝ててるんじゃないという風に思っております。まあ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 そのね、得点できるシーン もうちょっとあったかなというふうに思ったりする部分は少なからずあるんですけども まあまあ勢いという点においては乗れてるんじゃないとか、まあ前回がね、え、寒風ゲームできて、そして今日もね、まああの、青柳さんがクオリティスタートをしっかりしてくれてというところもあったりするので、やっぱりね、先発が試合を作れば阪神負けへんというところになってくるので、えー、明日も伊藤正史投手に期待しましょう。というわけでスタメンオーダーから見ていきましょう。1番センター、近本選手、2番ショート、中野選手、3番ファースト、サンズ選手、4番サード、大山選手、5番ライト、佐藤選手、6番レフト、ロハス選手、7番、セカンド、木並選手、8番、キャッチャー、 呂野選手、9番ピッチャー、青柳選手ですね。そして相手チームのオーダーがこちらになっております。というわけで、打撃陣から見ていきましょう。近本選手ですね、4打数2安打1打点、1本塁打1フォアボールです。ファーストゴロ、ライテのソロホームラン、ライテにヒット、ファーストゴロ、フォアボールという感じです。えー、近本選手らしさっていうのが存分に発揮されてましたね。えー、フォアボールのね、5打席目以外は、2球、2球、2球、3球と、まあ、早い段階で打ちに行ってるという感じでね。まあまあ、その結果としてはアウト2つでヒット 2つまあまあ半々と言ってしまえばそこまでなんですけども、やっぱりね、早い段階からでもどん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 振りに行って、で、ある程度結果が出るっていうのが近本選手らしさだと思ってますし、まあ、その何気に、まあ、その少ないっちゃ少ないんですけども、フォアボールもある程度選べてるんですよね。 なので、そこまでね、その、特別出塁率がめっちゃ悪いというわけでもないし、まあ、その、単純にね、ヒットを打ちまくってるという部分もあるんですけども、その点考えればね、やっぱ近本選手は一番で、やっぱり、活躍していただかないと、まあ、阪神の勢いも乗れないというところもあったりするので、次回も期待しております。はい、続いては中野選手です。5打数3アンダーです。ショートフライセンターへのヒット、ファーストへの内野アンダー、レフトフライセンターへのヒットですね。 え、3アンダー、猛打賞。猛打賞久々なんじゃないうん。なんかそんな感じがする。えー、っと、ファーストへの9アンダー。まあ、送りバントみたいな感じでやってたんですけども、まあ、ピッチャーは横を抜いていく、プッシュ気味やったね。ファーストに取らせてという感じでね、しっかりと9アンダー決めてくれましたね。いい感じだと思います。どちらかというとね、いや、でもまあ、セーフティー気味のプッシュだったんで、その中野選手の送りバントは正直下手くそだと思ってますが、 そのセーフティー気味のバントって割と上手い印象なんですね。なので、まあ基本的にはそのセーフティー気味で何でもやっていいんじゃないかなと。まあバントに関してはの話ですけどもね。えー、しっかりとね、ヒットも打ってくれてるし、まあ、センター方向というところでしっかり打ててるのでいいんじゃないかなと思っております。守備においても安定してますね。はい、続いてはサンズ選手です。3打数1安打2打点1フォアボール1三振です。三振フォアボールセンターへの2点タイムリーツーベースヒットショートゴロという感じです。 ね、あのー、まあ、僕、昨日のライブ配信でちょろちょろ言いましたけども、サンズ選手やっぱ疲れてるからちょっとリフレッシュあっていいんじゃないとかっていう話をしました。で、そこで、その、マルちゃんを上げたらどうやっていう話も上がってました。で、えー、ま、マルちゃんは結果上がってこなかったですが、やっぱね、その1日でも休息というところがあれば、サンズさんうつね <laughs> いや、ほんまに。もうこれはね、マジで思うけど、その1カードに1回ぐらい休憩挟んでもいいんじゃないとかっていう風には思ったりする。 そのね、スタメン固定っていうのはすごく嬉しいことやし、まあそれが一番いいオーダーやとは思うんですけども、一シーズンずっと戦い続けることって難しいので、そこら辺でね、まあ試すじゃないですけども、そのサブのメンバーっていうところも、ね、どうせ出てこなければいけない選手なので、まあそういうのもありなんじゃないかなとは思っております。はい、続いて大山選手です。4打数1安打2打点1本塁打1三振です。セカンドフライ、ライテイのファールフライ、センターへのツーランホームラン三振という感じです。え、1打席目、 2打席目と見てね。いやー、もうそろそろ変わるかなー。ちょっとね、スターメン外されるかなーっていうふうに思ってたら、え3打席目、完璧な、ね、ホームラン。もうね、こういうところで打つから好きやわー。京セラでね、まあなんとなくですけども、いい感じな状態。まあでも打率的なところを言うのであれば、別に庭に乗ってるわけじゃないんですよ。その後半戦始まってたと思うんですけども。 まあそこら辺考えれば、その全体的にはやっぱ調子は良くないんですけども、京セラではなんだかんだで打ててるので、まあまあ、あの、明日明後ってとまだ続きますし、そこら辺でね、その復調という気配を見せてくれればな、というところにはなっております。うーんと、まあそんなもんですかね。えー、ホームラン一本出たので、こっから上がってくれればいいな、と思っております。 はい、続いては佐藤選手です。3打数無アンダー1、フォアボール、に三振です。三振、ファーストゴロ、フォアボール、三振という感じです。うんと、ファーストゴロに関しては、当たりとしては別に弱いわけではなかったという風に見れなくないので、っていう感じなんですが、え、三振に関してはインコースの変化球かな。まあ、どっちも同じボール低めの変化球っていうところを振らされているので、まあ、ここに関してはちょっとね、っていうところにはなってきますけども、 まあまあ攻め方というか、まあニュースにも載ってましたけども、佐藤は絶対封じるぞって、インコースどんどんついていくぞっていう風に言われてたので、まあまあ、難しいとは思いますけども、まあ打ってほしかったなというところにはなってきます。はい、続いてはロハス選手です。4打数2安打1打点1本塁打1三振です。レフティーのヒット三振センターフライライティのソロホームランです。 え、一打席目から、阪神の初ヒットがロハス選手で、で、その後、巻並選手がツーベースタイムリー打ってっていう感じなんですけども、そこでもよう走ってくれたね。そのタイミング的にはね、賞味ギリギリアウトになるかなっていうところだったんですけども、三塁校長藤本さんちゃんと回してくれました。で、手から滑り込んで、 まあ、そのね、リクエストするまでもなく、僕の目から見たらセーフだったんですけども、まあ、相手チーム型からすれば、そのアウトやろっていうところもあったんで、リクエストされて、まあ、リクエスト判定見てみたら、やっぱりちゃんとセーフでっていうね、えロハス選手しっかりと走ってくれてますね。いい感じだと思います。そして、そのね、まあ、走った結果かどうかは知らないんですけども、えしっかりとね、えライトへのソロホームランっていうところでも、え活躍してくれてますし、センターフライっていうのもね、なかなか当たりは良かったので、まあ、いい感じでほんまに状態上げてくれてるなというところに尽きると思す。 まあ、その、丸ちゃんをあげてくれっていう方いると思いますし、まあ僕も実際あげてほしいと思うんですけども、やっぱりね、ロハッサンいいね。日本野球にね、しっかりと馴染んできたなという感じですね。 はい、続いては木並選手で3打数2安打1打点1ファーボールです。レフティのタイムリーツーベースヒット、レフトフライファーボール、レフティのツーベースヒットですね。えー、全部逆方向にしっかりと大きな打球。まあ、タイムリーにつながったっていうのはロハス選手がしっかり走ってくれたからというところはあるんですけども、逆方向に強い打球が飛んでるっていうのはすごくいいですし、えー、っと、ツーベースヒット、4打席目のツーベースヒットに関してはもうフェンスのところまで行ってるので大きな打球めちゃめちゃ飛んでます。えー、レフトフライに関しても、まあ、先っぽい こ,この方なんですけども、まあ、レフトをどん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 下がって で、まあ、フェンス手前ぐらいまで行ってるので、やっぱり今日の打撃内容全部良かったんですよね。いや、ほんまね、お立ち台にも立ちました。えー、木並選手でね、はにかみ笑顔が大好きなんです。僕の推しですからね。えー、次回も期待しております。はい、続いては梅野選手で三打数無安打一、ファーボール一、閉鎖です。ファーボールショートゴロ、ピッチャーへの閉鎖だ。サードゴロという感じです。えー、ファーボールに関しては申告経遠なのに特別何も思いませんっていうところですね。うんと、閉鎖だとサードゴロとっていうところに関しては、まあ、閉鎖に関して。 はある程度仕方ない部分はあるんですけどもそのまあ得点差離れてる中でその送りバントしよとは言わないんですけどもランナー進めてればもう1点は取れたなとかっていう風にね思ったりもするのでまあできればやっぱ逆方向を打って欲しかったなとは思ったりしますねまあ今日はねその買ったからいいしまあ、大量得点取れたからいいんですけどもそのねまあ5番と8番とっていうところがしっかり打てなかったというのはね あれなのかなとと思ったりしますね。まあ、特に梅ちゃんに関してはね、得点圏というところでね、ランナーが出てる中で打てなかったというのはね、っていう感じになっております。はい、続いては青柳選手です。3打数無安打3三振です。三振、三振、三振ですね、えー。打撃においては特に思いません。はい、続いては伊藤原選手です。1打数無安打です。レフトフライですね。えー、こちらにおいては次回期待しております。 じゃあ、投手陣見ていきましょう。本日投手、青柳投手、アルカンタラ投手、小川投手ですね。青柳投手7回投げて、115球、7安打3三振、4ファーボール、2失点です。うーんとですね、まあこれ、阪神ファンやからっていうところが強いんやろうとは思いますが、その青柳さんの、まあ高めのボール、ことごとくボールって全部言われたし、まあ外のスライダー系に関しても、ことごとくボールって言われたしっていうね。 おいっていう風に思った部分はありますが、まあまあ、こっちにとって、おおそれストライクなんやっていう風に思う部分もあって、助かった部分もあるので、まあまあ、仕方ないのかなと思ったりはしますが、 ま、ただね、その、ファーボールに関しては、その、そこストライクじゃないんやっていうボールが多かったように思うのって、えまあまあそんなに悪くなかったのかなと思いますけども、え、佐野選手に対してはちょっと投げにくそうにはしてたかなうん、なんかそんな風には見えます。まあ、それ以外に関しては基本的にはそんなにっていうところだったし、え、しっかりとね、その、打たせて取るというピッチングを続けてくれてますし、んーと、なんも言うことないですよね。いや、ほんまに。ただね、その、 状態としてはあんまり良くない感じかな。うん。なんかもうちょっとね、その、まあ、粘られたという部分も少なからずあるんですけども、玉数ももうちょっと減らせると思うしっていう部分はね、あったりすると思うので、状態としては良くない中で10勝目。え素晴らしいの他に何を言おうと。ね、えー、いい感じだと思います。えー、青柳投手がね、まあ、13勝を目標にしてるので、えー、いい感じで13勝目まで、えー、行ってもらいたいなというところですね。 はい、続いてはアルカンタラ投手です。1回投げて11球1安打無失点です。えー、っと、ま、ヒットに関しても、その、ま、どん詰まりの逆方向の打球だったので、まあまあ、仕方がないかな、というふうには思いますね。うん、その、 今ね、勝ちパターンが微妙なんですよ。その悪いとかって意味じゃなくて、固まってないんですよね。その8回、9回は岩崎スワレスでいいんですけども、7回が微妙なんですよね。その、及川くんが、まあ、前打たれたというところもあったりしますし、そのアルカンタラ投手に関しては、そんなに投げてないから、ようわからんという状況なので、まあ、試していただきたいなというところで、しっかりピッチングできたのは良かったんじゃないかなとは思っておりますが、 個人的に言うのであれば、及川投手を使って欲しかった。なぜかというと、前回打たれたから、というところにつきます。はい、最後ですね、小川投手です。1回投げて14球1安打1三振無失点です。えー、っと、久々の登板やね。エキシビションマッチで先発やったけど、その後はね、もう投げてないし、っと、前も上がってきたけど、その時、登板機会なかったと思うので、久々のピッチングでしっかりといいボール行ってましたね。 あの、先発で投げてたカーブとかよく使ってたし、ま、緩急も使えて、やっぱりストレートはいいんですよ。だからこそ、他の変化球でどんだけカウントを取れるかっていうところが大事で、しっかりカウント取れて、で、ストレートで空振りっていうところも取れたので、やっぱりね、こういうピッチングができると、すごいピッチャーになってくると思うので、次回も期待しております。 はい。というわけで本日は8月24日、阪神 VSDNA の試合について語らせていただきました。ね。えー、こっからですよ。まだまだ、まだまだっていうところなんで、えー、明日も勝って、明後日も勝って、しあ後日も勝って、ってってね、えー。10連勝、20連勝というところを目指していただきましょう。というわけで本日の動画は以上となります。よかったらチャンネル登録、高評価、コメント、あと概要欄の方に Twitter と Instagram のリンク貼っているんで、よかったらフォローお願いします。というわけで失礼します。バイバイ。